女子テニスの木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2024日本大阪森田テニスセンターウツボハード WTA250 は15日ダブルス1回戦が行われ第3シードの柴原エナエルシゲムンドドイツグミガエスマレーシャランイギリス E シルバイギリスグミを632の610対4 のフルセットの熱戦の末に下し初戦突破を果たすとともにベスト8進出を果たした斎藤さくら VS ブザスマネイロ1ポイント速報1回戦の第1セット柴原と重文ドはファーストサービス時に70%の確率でポイントを獲得し相手のブレークを一度に抑えるとリターンゲームでは2度のブレークを奪い先行する 続く第二セットは二度のブレークを許し1セットオールに追いつかれた柴原とシゲムンドだったが十ポイントマッチのタイブレークで争われるファイナルセットでは序盤からポイントを重ね六一とリードを広げると相手の挽回を許さず一時間二十二分で八強入りを決めた勝利した柴原とシゲムンドは準々決勝でエスサンタマリア、アメリカ、タンチエンフイ、中国、グミと対戦する同ペアは一回戦でケーピテル ポーランド、エフストラー、ハンガリー、グミを下しての勝ち上がり。